ムパンデ河川山が粉の第一、死として誕生。ムパンデの死後、国王に即位して監修により、新首都を建設、ウルンディと名付けた。初代国王の釈迦が創立した軍政を、再び採用するとともに、マスケット銃をインビと呼ばれる連隊に、配備するなどの軍備増強を行った。ズールー戦争後、ロンドンでのセテワヨセテワヨは、国内に在住する、 キリスト教宣教師を追放し、1877年には、イギリス植民地との国境線付近で、イギリス人測量士を拘束した。これに対して、南アフリカ高等弁務官のサーバートル・フレア、順断尺は、セテワヨに対して、損害賠償と部隊の中流、インビの解散など、ズール王国の保護国家を要求した。セテワヨは、 損害賠償以外の要求を拒否すると1879年、イギリスは、ズール王国に侵攻し、ズール戦争が勃発した。初戦では、イギリス部隊を壊滅し、撤退させるなど優勢であったが、部隊を増強したイギリス軍の前に劣勢となった。1879年7月1日には、首都ウルンリに侵攻し、市内を放火、7月4日には、 王宮が攻められ、セテワヨは脱出した。しかし8月28日に拘束され、ケープタウンに移送された。ズール王国はイギリスにより保護国化され、12に分割された。ロンドンで来訪者に送った、メダル1882年、イギリス本土のロンドンへの移動が認められ女王、ビクトリアと会談、ズールランドへの帰還を要請した。セテワヨの退後。 ボア人の支援の下で、血族間の抗争が絶えなかったため、1883年1月10日、イギリスは、セテワヨを、ズールランドに帰還させ、福井させ、ウルンディ周辺の市政権を返上した。しかし、セテワヨに、以前の影響力はなく、ウルンディが襲撃されてセテワヨは負傷しながらも、ヌカンドラ森に逃亡した。 10月15日、イギリスの護衛を受けて、南部のエショエに着いた。1884年、セテワイは、エショエで亡くなり、ヌカンドラの森に埋葬された。検視が行われなかったため心臓発作と診断されたが、同時期に、ズールーの有力者も同様な様子で亡くなったことから、イギリス、または、ボア人による、毒殺の可能性も指摘されている。 http://africanhistory.about.com/.library/.biographies/.blbio-cetshwayo.htm ありがとうございます。